はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、防火地域内の建築制限について解説いたします。で、この防火地域っていうのはどういったところで指定されるかというと、都市計画区域内の密集した市街地だったりとか、あと繁華街ですね、こういった建物が密集したところで防火地域っていうものを指定してきます。なんで防火地域を指定するかというと、密集しているがゆえに一つの建物が火災発生すると、その火というのが隣の建物にどん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 燃え広がっていってしまうわけですね。それを食い止めるために防火地域というものを設定して、そこで建築できる建物については燃え広がりにくい建物にしてくださいよっていうことにしているんですね。これが防火地域内の建築制限です。で、ちょっと具体的に見ていくんですけれども、まず頭に入れてほしいのが、耐火建築物っていうものと準耐火建築物、まずこの2つを頭に入れてください。どちらも火災が発生した時に隣の建物に燃え広がりにくい建物だってイメージしていただいたら分かりやすいです。部屋の中で火災が発生しました。それが隣の家に燃え移らないような性能を持った建物が耐火建築物だったりとか準耐火建築物です。で、耐火建築物と準耐火建築物比べたら、耐火建築物の方がより一層燃え広がりにくい建物です。つまり性能が高い建物ですね。で、耐火建築物と比べて、ちょっと性能が劣るのが準耐火建築物といったイメージで大丈夫です。で、ここに棟って書いてありますね。こっちも棟って書いてあります。耐火建築物、棟って書いてある。この棟っていうのは耐火建築物だけじゃなくて、耐火建築物と同じぐらいの延焼防止性能を持った建物も含みますよっていうことです。延焼防止性能ってことは燃え広がりにくい性能ですよね。耐火建築物と同じぐらい燃え広がりにくい建物も OK ですよっていう話です。こっちも一緒ですね。準耐火建築物と同じぐらい燃え広がりにくい建物も含みますよっていうことで、棟っていうのがついてきます。で、どういった場合に耐火建築物等にしなきゃいけないのか、どういった場合に準耐火建築物等でもいいのかというところをちょっとお伝えをしていきます。まず頭に入れていただきたいのが、延べ面積が100平米を超える建物、この場合耐火建築物等にしなければいけません。100平米を超える建物はこっちですよね。ってことはもうこれ耐火建築物等に入ってきてますので、原則もう耐火建築物等にしなきゃいけませんよってことですね。また3階以上ですね、建物の階数が3階建て以上のもの、これも耐火建築物等にしなければいけません。で、この3階っていうのは地階も含みます。つまり地下2階まであるのであれば、地下2階、地下1階、1階、これでもう3階ありますよね。ってことはもうこれは3階、これに含んでくるので、耐火建築物等にしなきゃいけませんよと、いう話です。で、3階以上の建物については、耐火建築物等にしなければいけませんよということですね。で、続いて、延べ面積が100平米以下の建物で、かつ2階以下の建物、1階建て、平屋でもいいですし、2階建てでもいいです。通常の戸建てですね。通常の戸建ては、ここに入ってきますね。だいたい2階建てで、延べ面積も100平米を超える建物、ありますけれども、あんまりないんですよね。90何平米っていうのが比較的、都市部だったら多いかなっていうイメージです。ちょっと郊外行っちゃうと、もっと大きな建物、あるんで、100平米超えるかもしれないんですけども、都市部だと、90何平米っていうのが多いので、ここに含まれてくる感じですね。で、防火地域内の、100平米以下で階数が2階建て以下であれば、この場合は準耐火建築物等でもいいですよ。もちろんそれよりも延焼防止能力が高い、延焼防止性能が高い耐火建築物等でもいいです。この場合はどっちでもいいですよっていうことですね。なんでいずれにせよ、これ防火地域内に指定されていたら、建物っていうのはもう準耐火建築物等にするか、耐火建築物等にするか、もうどちらかになっちゃうんですね。で、大きくなってきたら、もう原則、もう耐火建築物等にしなきゃいけないよっていう話です。
ただしこれ例外があって、耐火建築物等とか準耐火建築物等にしなくてもいいものがあるんですね。でそれはどういったものかっていうと、高さ2メートル以下の建物に付属する門とか塀ですね。高さ2メートル以下の建物に付属する門であったりとか塀だったりとか、まあ、こういったものについては耐火建築物等だったり準耐火建築物等にしなくてもいいんだよっていう話です。で続いて、防火地域内で看板とか広告灯、装飾灯で、かつ屋上に設けるもの、または高さ3メートルを超えるもの、まあ、イメージとしては看板とか広告灯って、例えば繁華街とかで、まあ、屋上とかに電飾板とかあるじゃないですか。まあ、屋上だけじゃなくて、もう建物の、こう建物のこの辺とかにこう看板があったりしますよね。まあ、そういったものです。その場合だったらこれ屋上じゃないから、高さ3メートルを超えるものですね。まあ、高さが3メートルを超えるものですね。まあ、そういったものについては、不燃材料で覆ってくださいね。っていうふうなルールになっています。不燃材料って燃えにくい材料で、例えば金属板とかガラスとか、まあ、そういったもので覆ってくださいね。屋上とかに設ける看板、または、高さ3メートルを超える、看板とか、まあ、広告灯とか、装飾灯とか、まあ、これまあ全部一緒って考えてもらってもいいんですけど、まあ、似たようなもんなんでね、まあ、そういったものについては不燃材で覆ってくださいよってことですね。これっていうのは看板とか広告灯とか装飾灯で屋上に設けるものは不燃材で覆うこと、また看板広告灯装飾灯で高さ3メートルを超えるものは不燃材で覆うこと、まあ、2つのパターンがあるよってことですね。でこの点についてはちょっと注意が必要で、これは防火地域内の制限であって、準防火地域内にはない制限なんですね。防火地域内特有の制限だということで、ここちゃんと頭に入れておいた方がいいです。試験にも出やすい部分ですね。で今回は防火地域内の建築制限について解説しました。で続いては準防火地域内の建築制限を解説して、でその後に防火地域内、準防火地域内、どちらにも共通する制限をお話ししようと思っております。まず今回は防火地域内の建築制限について解説したので、まずこの点ですね、何回か動画見ていただいて頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスは無料で勉強のアドバイスをさせていただいております。勉強の仕方がわからない、勉強時間の作り方がわからない、そういった方はぜひお気軽にご相談いただければと思います。でご相談についてはこの動画の下の概要欄にお問い合わせができるページの URL を貼っておきますので、そちらからご相談いただければと思います。無料なのでぜひですね、お気軽にメールください。ただ過去問だったりテキストだったりの個別具体的なご質問については個別指導で解説させていただく流れになりますので、その点はご了承いただければと思います。あくまでも無料の範囲で言うと勉強の仕方とかですね、まあ、勉強時間の作り方とか、そういったものについては無料でアドバイスさせていただいておりますので、ぜひお気軽にメールいただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。